やりまねせよ、しゅじみだ。本日なんですけど、本日はおすすめのビタミン C フェイスマスクの方を皆さんの方にご紹介したいなと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はビタミン C のフェイスマスクの方を皆さんの方にご紹介したいなと思います。で、前回と前々回引き続きだと思うんですけど、 Q10 のスーパーセールの方がやっていまして、その中の商品を一つ入れたんですけど、今回のね紹介する商品なんですけど、成分含め皆さんの方にご紹介してなかったので、今回改めまして皆さんの方にご紹介したいなと思っております。まあ僕がね使用してもう 2,3 ヶ月ぐらい経つのかな。で、まあすごく良かったので、今回皆さんの方に共有したいなと思った次第でございます。で、早速なんですけど紹介しちゃいますね。こちらになります。こちらコモンレブスのビタミン C フェイスマスクの方になります。グローブースティングフェイスマスクですね。こちらなんですけど、その名の通りビタミン C のフェイスマスクになっております。で、まあビタミン C なんですけど、まあ各いろんなメーカーからビタミン C のフェイスマスクは出てるんですけど、まあいろいろ使ってきた中で、今回このフェイスマスクをビタミン C のやつ使ったんですけど、まあ、非常に効果を感じられたので、水分力が上がったっていうところかな。あと肌の PHA バランスの方がすごく整った感があったので、いろんな方におすすめできる商品かなと思って今回ご紹介させてもらいます。で、こちらまず 120ml 入っていて1801円になります。まあ今 Q10 だと、まあそこから 20% オフとかで購入できるので、まあさらに安く買えるかと思うんですけど、だいたいそれぐらいの金額で購入できます。はい。で、こちらなんですけど、肌に優しい自然角質除去成分、こちらレモンの皮がね細かく中に入ってるんですけど、アハ、バハ、PHA の成分が複合的に配合して、肌に溜まった角質や皮脂の汚れを効果的に取り除いてくれるっていうところで、肌の状態を改善してくれるっていうところですね。まあ、なので肌の PHA バランスを整えてくれるっていうところで、非常にそこは感じております。で、バハアハの感じもすごく使用してて思うんですけど、どちらかというと肌の水分力がなんか上がる感じがして、スクラブっていう感じじゃなくて柑橘系なので、レモンの皮が入っていて、それでなんか肌が潤ってる感とかあるので、水分クリーム塗ってる感覚かなって感じかなと思います。まあ後でね、僕がね使用した感じの方を皆さんの方にシェアさせていただきますので、まあまずはちょっと成分の方を細かくちょっとご紹介していきたいなと思います。で、こちらになります。レモンの皮パウダーですね。2万 ppm が入っております。まあこの数字言われてもね、まあ大抵の方はそれが多いのか多いなのかと分かんないかと思うんですけど、非常に多くなってるのでおすすめになっております。で、こちらですね、レモンには豊富なビタミン C が多く含まれていて、皮脂や調整や肌の角質を除去してくれる効果があります。スクラブ効果で自然に角質を落としてくれるっていうところですね。で、次はこちらになります。ビタミン C フルーツコンプレックスですね。ビタミン C とビタミン豊富な7種類のフルーツコンプレックスが肌のを整えてコンディショニングをしてくれるっていうところで、で、コモンレブスなんですけど、こちらの方も成分すごく丁寧に扱ってる会社で、マダガサカルから取ってる成分になります。で、その成分もね、ピッカーって言って、ちゃんとその取っていいですよっていう認定書みたいのを渡した人たちが取ってくれる成分になるので、あとは刃物を使って取らないとかね、そこら辺のところがなんかすごく成分にこだわった会社が作ってる商品っていうところも非常に好きなところですかね。まあ、僕今回初めてこちら使ったんですけど、まあ、ビタミン C っていうところと、まあ、バッハ、アハ、PHA バランスを整えてくれる、その総合的な成分配合されてっていうところで非常に気に入って使っておるんですけど、もう僕はお風呂の中で、まあ、5分から10分ぐらい塗ってそのまま放置して、軽くレモンの皮のスクラブが入っておりますので、まあ、軽く手でなじませて落とすんですけど、本当に水分力上がるんですよ。なので非常におすすめです、これ。で、僕は週に2回入れております。だいたいそんぐらい入れるとすごくいいかなと思います。で、冬になると、まあ特にこの時期とか肌乾燥すごいじゃないですか。で、まあましてやいろいろ、まあ化粧する方だったらまさにそうだと思うんですけど、肌乾燥がすごいと思うので、まあ僕も肌乾燥をさせないようにいろんな商品を使ってるんですけど、ミストスプレーだったりとか、まあ、あとはまあ水分クリームとかね、100時間保湿される水分クリームとかあるんですけど、夜寝る時とかのナイトクリームとかも使ったりするんですけど、肌の水分量が高めるっていうところ結構僕すごく重要視してて、まあ、いろんな商品を使ってるんですけど、その中の一つとしてこちらはなんか僕はもう認定で使用していきたいなと思いました。
まあ、なんかすごくリラックス効果もあるし、肌のツヤも上がるし、まあ、保湿も上がってくれるので、あと肌がね、なんか健康な肌になっていくって感じがするので、非常におすすめかなと思います。はい、で使用はこんな感じになります。はい、まあこんな感じでスクラブなんですけど、まあなんか水分クリームを塗ってる感じに本当に近いですよね。なので、まあ簡単につけて、まあお風呂場の中で僕は5分から10分ぐらい放置して、そのまま半身浴して出てから流すって形で週に2回は入れております。はい、簡単にはなんですけど、こんな形で僕の使用感の方もご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。バハ、アハ、PHA の成分が総合的に入っていて、肌の PHA バランスを整えてくれる。そうなるとニキビとかなりにくい肌になっていくので、まあ、肌の PHA バランスを整えていくっていうのは美肌になりたい方には非常に大事なところになってくるので、こういうビタミン C のピーリングマスクの方を使ってみるのはいかがでしょうか。でこちらなんですけど、今9点のスーパーセルの方でもだいたい 20% オフの方の金額で買えるので、まあ、1800円よりもっと安くなる金額で購入できますので、ぜひね、こちらの動画を参考に使用してみるのはいかがでしょうか。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。